中野木助は、第二次世界大戦後の立川市の経済界で重きをなし、立川商工会議所会頭や全日本商店街、連合会会長などを務めた日本の実業家。占領期から長らく基地の町であった立川市において、米兵相手の歓楽街の事業などを展開し、夜の市長、市政の黒幕的存在などとも評された。 中野が有力な実業家として活動していた、次期の新四六、人事更進録には、立川市出身とする記載がなされていたが、後には、彼が、朝鮮、中世南道出身で、出生名を、孫渡る胸といったことが、明らかにされている。日本統治時代の朝鮮で育ち、日本語も朝鮮語も堪能であった。人事更進録によれば、1925年に、 神田公主学校を卒業し、1931年に立川タクシーを設立したという。昭和初年には、当時の配偶者のせいから、杉山王と名乗り、タクシー2台を運行する杉山タクシーという事業を行っていたという。タクシー業は、1937年にガソリンの統制が始まる頃まで続けていた。その後、大梅の芸妓と結婚して、川辺制となり、 川辺を胸とも称されるようになった。日本の敗戦によって連合国軍による占領が始まると立川飛行場には多数の米軍将兵が駐屯するようになった。当時の中野は朝鮮生を名乗る第三国人としていち早く米軍相手の事業を手掛け始めた。警察関係にも人脈を築き、当時の国家地方警察立川警察署の有力者に 強い関係を持っていた。戦後の混乱期に、当時の立川の有力地主であった中野家と養子縁組した、孫渡るは、以降、中野大胸、さらに、中野喜助として知られるようになる。中野は、立川駅、北口側の明け町にあった、急に本陸軍の昇降宿舎を借り受け、ここに数百名の女性を集めて、米軍昇降相手のキャバレー。 立川パラダイスを開業した。パラダイスは開業の翌年1946年には閉じられ、その跡地には1947年に中野を理事長とする学校法人立川学園が立川専門学校を開設した。この学校は1950年に私立の立川短期大学へと昇格し、後に都に移管されて東京都立立,立川短期大学となった。 また、地域の商店街の組織化の中心となり、1947年には市内の17の商店会を束ねた立川市商店会連合会を結成し、その初代理事長となった。中野は1950年に競輪場の建設を目指して事業を起こしたが、反対運動が起きて、計画は中止に追い込まれた。しかし、この構想は市が事業を8000万円で買い上げ、 翌1951年の市営による立川競輪場の開設につながった。立川市西木町の日の橋高差店近くに1967年に設置された中野木助のブロンズ郷像。1953年に立川商工会議所が設立された際、中野は初代会頭となった。1959年、相川金次郎の選挙違反事件で関係者が、 大量に摘発された際、中野も非売収容疑で逮捕され、実刑は免れたものの有罪とされた。中野は1960年には、東京立川ロータリークラブの創設を主導して、初代会長となった。1963年には、都議会議員選挙における選挙違反事件に巻き込まれ、非売収容疑で逮捕されるという一幕もあったが、同年には、 東京都商店会連合会の会長となり、さらに後には、全国商店会連合会の会長にもなった。1967年、都米中に健康状態が悪化して帰国し、以降は、肝臓の疾患など健康面で問題を抱えるようになったが、この年に中野木助氏共造建設委員会が混流した、共造が除幕された際には、本人が式典に出席した。 1968年には、全日本商店街連合会会長として、衆議院商工委員会に参考人として出席して、中小企業の振興や金融支援について意見を述べた。中野は、立川商工会議所会頭、全日本商店街連合会会長などに在職のまま、1972年1月23日に、 観光編のため国立立川病院で死去した。葬儀は立川将儀所と全省連との合同葬として取り行われた。ドイツ文学者の山下はじめは1952年に近代文学史に発表した文章の中で中野について、しかもこの去る者は闇が終止符を打つ潮時を見て、すかさずこのパラダイスを廃止して世評に報い、なんと、 パラダイス跡を立川短期大学に切り替えて立川の最高学府の理事長に収まり立川文教の入り婿となって第三国人の汚名を抹殺し立派に日本人になりすましたあたりは確かにただものではないと辛辣な論評を残したありがとうございます